思い出のガンプラキットレ優秀。ハイグレードユニバーサルセンチュリー。ザク 2FS 型。ガルマザビ専用機。ジオン広告に、栄光あれハイグレードユニバーサルセンチュリーとは、バンダイさんの最新技術を用いて、宇宙世紀のモビルスーツをキット化し続けているシリーズである。旧キットのリニューアルのほか、今まで製品化されなかった幻のアイテムまでもが、続々とラインナップされている意欲的なシリーズなのだたぶん。ザク 2FS 型、ガルマザビ専用機は、モビルスーツバリエーションに登場する、指揮官用カスタムタイプのザクナノ4。通称、ガルマ専用ザク。もみじまんじゅうみたいな機体色が素敵な機体。でも、式典用の機体というお説が有力だからして、未使用の10円玉のようなペカペカの機体色だったと思いやすですよ。はい。もともとは、モビルスーツバリエーションにおけるザクバリエーションの一つとして、大河原先生がデザインした機体なんどすえ。ガルマザビは、アニメ本編ではザクに乗っていないのだけどもね。ガルマがザクに乗ってても、いやさ、乗らずとも、ジオンの章がザクの一機くらい持っててもおかしくないんじゃね。くらいのおおらかさで設定されたにちげえねえ。同時期には、アンちゃんのドズル専用ザクのイラストもあったのだけどもね。キレン専用ザクとかなかったんで探しまくったものでございます。そんなバナナ。しかーし、ジョニー・ライデンや新松永が人気の時代に、シャアにはめられて死んじまったガルマのザクなんて、ほとんどのやつがスルーしていたもんざいもん。第一ガンプラ出てないじゃん。女子のアニメファンには人気でも、男子のアニメファンには今一つ物足りないキャラだったのでありんすよ。正直なところ、本当に印象が薄かったもんで、武器は何持ってたかなんて知らしねえのよ。参ったねえ。気がついた時な、専用のヒートホークやら、マゼラトップ4なんてマイナーな武器を持ってたのだよ。わけわかめ。ガルマ専用ザクの最大の特徴は、頭部にある4門のバルカン砲でして、当時の大河原先生のイラストには、頭部にバルカン砲がついたザクがたまに登場したものでございます。劇場版のポスターとかね。ハイグレードユニバーサルセンチュリーのガルマ専用ザクは、7月に発売されたシャア専用ザクのリデコキットとして、2002年の9月に発売されたのでございます。値段はシャア専用ザクと同じく1000円ぽっきり。安いねえ。実に、モビルスーツバリエーションからは初となるキット化だったわけでして、このチョイスの背景には、やはり、ゲームに登場して知名度が上がったことが大きいかもね。そうかもね。大方の予想では、シャア専用ザクの次は、てっきり量産型ザクが来ると思っていたもんざいもん。なので、ガルマ専用ザクの発売は嬉しい誤算だったのよん。武器は、ザクマシンガンにザクバズーカ、専用の大型ヒートホークにマゼラトップ4が付属するのよ。あないねえ。なんといってもマゼラトップ4が付いてるのが大きな魅力。合わせ目がちょっと目立つのだけど、こいつをこれまでに組んだザクに持たせるために、何ことなく購入するモデラーもいたもんよ。ハンドパーツは左右の武器の持ち手と拳のみ、平手はつかないので足からずー。あとは、専用のブレードアンテナが付いてることもポイントだったりしたものよん。当時としては、144分の1ザクの決定版というべき存在だったわけでして、流行ったのは、このキットを回収して量産型ザクをこさえるパティーン。様々なタイプのザクのベースキットとして、プレイバリューが高いキットだったんだい。ギミック的には、モノアイが可動式で、引き出し式の肩関節や足首の二重関節が秀逸。気になる点は、ランドセルにノズルがない点、腰にロール軸がない点、平手がついてない点、足首の関節の展開具合などなど、人によってはどうでもいいやってものもあらねえ。ザクマインレイヤーのキットにピンバイスでホリホリしたのも昔話。今なら、後発の旧ザクなどのキットからパーツを有用すれば回収は簡単なのですよん。とにもかくにも、1000円以下で買えるお手頃キットでは、かなり優秀な部類のキットなのですよん。モデラーなら、普通にパチ組みするだけでも心が休まる名キットなんで、お仕事に疲れたおっさんモデラーの癒しにはもってこい。芳香剤代わりに、塗料の溶剤を垂らしておくとなおグッドなのでござりまする。まあ、買うなら量産型だよね。